はいどうも皆さんこんばんは、吉村です。ポケモン最終回ラストチャンピオン戦カルネさんだっけ。もうこれ一つで光の間終わりなんで、何これエレベーター、なんだろう、神殿っぽいよね今回の。ポケモンのさ、ポケモンリーグてかサントムーンどうなるんだろうね。ジムリーダー廃止っぽいからさ、ポケモンリーグとかどうすんだろうって感じ。さあ行きましょう。いやついにって感じか。さあ来たぜ。BGM は BGM。うわ、何これすごっ。うわ、かっこいい。あ、ネックレス。メガ、おっと、ルチャブル。あれ、こいつフェアリー使いじゃないの？フェアリー使いだと思ってたよ、俺。あ、BGM は何だろう、なんか不思議な BGM だね。オッケー、残念、最高気にっす。早いな、やっぱり。うわ、マジかよ。いや、でもワンパンできるでしょ。よしよしよし。ってか、レベル高えな。いい、毒ガエだな。ガチゴラス。ガチゴラスか。これどうするよ。ちょ、鬼火打っとく、鬼火。オッケーオッケーオッケー。相手多分物理でしょ。鬼火打っとけば攻撃なんだっけ、2分の1だか4分の1だかになるんで、2分の1だっけ。いい、食らうな。タピオはいっちゃう、タピオはいっちゃうから、最後にサイコキネス打っていこうか。多分変えてもね、もう毒ですぐ死んじゃうんで。さようなら。でもこれでやけどでいくんじゃねえか。回復の薬やめてくれよ、せっかく鬼火打ったからそれでいってほしい。いけいけ、よーし、オッケー。今2対1だからね。どうしようかな。ここはちょっとディノバルド活躍の場面あんま見せてないんで、ディノバルドちょっとやってもらおうか。ってか相手もいたよね、パーティー似てるな俺と。アマルルガもいんのか。こいつは水となんとかなんだけど、ミストドラゴンではないよな。まあ、ダメージ的に、いや、モラハの頭突き行く？水に岩は、ちょっと待ってね。水に岩は、効果、等倍だね。等倍なんで、打ってもいいな。行こう！いや、当たらないんけい！当たらないんけい！いや、ダブルで当たんねえのかよ。よし！あれ？あ、氷だ！水じゃねえ。氷に岩効果は抜群だから、氷と水かな。いや、ハンドのダメージが半端じゃない。ヌメルゴン。来たねー。ヌメルゴンは毒と何か、毒と水かなんだこいつ、わかんねえ。とりあえずドラゴンクロー打っとけば、無難じゃないかなー。おお、全然いけんじゃん。やばい、ガチゴラス無双。パンプジン？あー、はい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 。こいつはゴーストと何か、ゴーストと草かな。とりあえずもうドラゴンクローかなー。硬いな。ゴーストダイブ。うわ、ギラティラの技だ。ギラティラの特有の技じゃなくなってたんだ。ゴーストダイブ打ってくるってことは、あー、なんかに変えたけたけどダメか。アントニオ行こうか、アントニオ。あれ、格闘、あ、また、今一つじゃない、等倍か。まあ、いっか。オッケー。さあ、ゴーストダイブはしないでくれよ、空を飛ぶするから。多分草入ってない？うわぁ、マジかよ。やばい、そういうやつ。そういうやつや。これ、そういうやつや。やばい、このままじゃアントニオが無駄死になっちまう。ちょっと待って、お願い、ちょ、ゴーストダイブやんないで。HP 減ってくると技変わるじゃん、相手の。あ、するよね。やっぱ、するよね。ダメじゃん。やっぱ、アントニオがただリンチされに来ただけじゃねえか。
じゃあアントニオ帰るか。さすがにリンチされまくってるんで。じゃあここは、待って、あいつより素早さ遅い。いや、あ、そっか、普通にあれか。空を飛ぶやってからダメだっただけで、別に早くてもいいんだ。タートルズにどうにかしてもらう。影打ち、先制技ですね。はい、全然効きませんよ。草入ってるかどうか確かめたいんで、レビュー等か。チャンピオン戦でタイプを確かめていくっていうね。いや、もしかしたら3と無に出てくるかもしんないから、やっぱそういうところでね、ちゃんとあれしないと。結局この、XI も途中に過ぎないから3と無の。あ、やっぱ草とゴーストだ。まあ、パンプキンだもんね。草入ってるわ、そりゃ。これ最後？サーナイトか。待って、サーナイトにはやっぱ68レベル高くね？メガランチャー、トレース意味ないだろ。トレースしてもそれ意味ないだろ。ちょっと二月で行きたいんだよ。やっぱ最後じゃん、やっぱ。切り札同士の戦いしたいじゃん。さあ、同じく68。おー、来た来た来た！いいねー。ミツルくんがね、メガ、サーナイトじゃない方だったじゃん。メガなんとかだったから。結構効くな。ここはあえてちょっと続きの前に積もう。待って、ゴーストタイプ覚えてんの？これ無理じゃね？これすまん、これ無理じゃね？こういう時にちょっと鍵打ち欲しくなるわ。こういう時にマジで鍵打ちが欲しくなる。ですよね。ダメじゃん。ただボコされに来ただけじゃん。相手フェアリーか。鹿出してないから鹿出そうか。そう、鹿ね、ウッドホーンと辻切りあるけど、どっちも物理なんだよね。鹿って特攻じゃん。コメントで来てて、ああ、そういえばそうだわ、と思って全然気づかなかったわ。ムーンホース行きましょう。え、相手もムーンホース？おー、いいダメージ。さあ、こっちはどんぐらい入るかな？結構硬い。あ、でも特攻下がるのマジででかいな。特攻下がるのマジででかい。特攻下がってるから、耐える。ムーンホースのゴリ押し。回復の薬使うから、とりあえずちょっと辻切りがどんなもんか。多分ね、急所に入んなければ、そこまでダメージ出ないと思う。ただ急所に当たると、いや、ムーンホースよりダメージ出るはず。あれ？あ、そうだ、フェアリーじゃん。エスパーフェアリーじゃん。辻切り当倍じゃん。何やってんだ、俺。俺何やってんだよ。いや、まあまあまあ、やっぱこんくらいちょっとやっぱ倒してもらわないと。じゃあアントニオ出す。アントニオ、ちょっと効果相性何にも良くないんだけど。いや、空を飛ぶで、空を飛ぶ行こう。オッケー。これでだいぶ削れるんじゃない？いけ、アントニオ、お前の最後のチリギア見せてくれ。倒すの？倒しちゃうの？あ、物理柔らかいんだ、サーナイト多分。さすがチャンピオン、32,640円。なんか、俺が思い描いてた戦い方じゃなかったわ。あー、俺に惚れたっぽいね、これ。あ、デートのお誘いですかね。いや、ロマンチックすぎるだろ、このデート。なんだよ、これ。やばいんだけど。いや、デートじゃないんかい！殿堂入りかい！なんか怖いね。永遠のものとしましょうって、びっくりマンコ3個ぐらいあったからね。やべえ、クイックボール恥ずかしいんだけど。うわ、こいつ、クイックボール使いまくってると今思われてよ、絶対。恥ずかしい。
おめでとうタピオ笑っちゃうんだよなこれ。でも普通の名前が一匹もいないっていうね。二月も結局また一月になっちったな。あれこれアルファじゃなくてオメガルビーと一緒じゃないこの演出。ちょっと違う、なんかこんな感じじゃなかったっけ。ん？こんなのがあるんだ。おわすげえ、何これ。なんか後ろになんかないるんだけど。なになんで主人公だけじゃないの。なんか金魚の糞が4人いるんだけど。カロスエンブレム、あーフレア団と戦ったからってことか。そういうことか。チャンピオンを祝う会っていうわけじゃないんだ。まあそれもあるんだろうね。みんな真顔なのが怖えよ。あなんだっけ名前、 XY じゃなくて誰だっけこいつ。AZ だ、危ねえ。これまで忘れたらもうとんでもねえわ記憶力。これさすがにこれは忘れられない。え、マジ？え、マジ？うわ、あっつい！この展開超あっついじゃん！ BGM がフレア弾BGM がフレア弾こー！ うわ、この展開はあっつい。なんかめっちゃ見られてるし、めっちゃ後ろにあのいるんだけど。レベル低っ。これはワンパンいったでしょ。耐えるんかい。やばい。待って、本当にね、タピオはね、耐性ないんだよ。耐性じゃない、耐久ないんだよ、本当に。かーゴルーグ。こいつは地面とゴーストだよな、確か。地面とゴースト。まあ、もうサイコキネシス系だよ。サイコキネシスでいいわ、もう。地面技打たないで、お願い。ゴーストダイブ、何お前も使えんの、何これ。ギラティナ専用だと思ってたけど、別にそんなことない。ギラティナとゴルーグって同じ世代だよね。第5世代か。第4か。待って。ゴーストダイブ、ゴーストダイブってことは、もうじゃあさっきと同じじゃん、これ。さっきと同じじゃん、これ。じゃあもうこのままでいっか、このままでいいや。入るよね。あ、エスパーダイブ入ってんだ、ピオ。あー、忘れてた。そうだ、エスパー入ってんだ。そしたら、ゴーストの地面ってことは水か。波乗り。久しぶり波乗り使ってないからね。ほら。いや、水ってすごいわ。カメックスぐらいの体重でも、悠々とも浮かすからね、やっぱ。水は偉大。水は偉大。我々の生活を支えてくれている。レートビームで終わりだろ、これ。飛行とエスパーでしょ。おっと硬いな。コスモパワー。いやもう上げてー、上げてーじゃねえ、やめてーでな。上げてーって何、上げてーって何、びっくりした今。よし、終わったね。花のポケモンには結局出会えたのかな。楽しそう、楽しそうだわ。今ので自分を捨てられたのもうどういうことかわからない俺。ちょっと待って、ごめん、空気読めないけどめっちゃ足しびれた、やばい。あ、なんか瞳がちょっとなんか穏やかになった感じする。まさか、まさか。
やばい、宇宙の旅から帰ってきた。うわー、すごい綺麗なグラフィック。やばい、なんか神様降臨したみたくなってんだけど。ちっさ、こんな小さいの。いや、さすがにおじさんもちょっとびっくりだよね。ちっさくねって、ちっさくねって、もう膝がもう立てないから、ほら手震えてるし。3000年ぶりだなって、お前多分人類初だよそんな言葉言ったの。お前、あーよかったな本当に。真顔やめろって。あ、ストーカーしてたんだ。いつか改心する時を待ってずっと3000年ストーカーしてた。うわ、めっちゃいい話。映画だったら泣いてたわ。唐突の豆バト。はい、終わりました。いやー、最後あのね、オメガルビーとかのエンディング後にハルカと戦う、あれも熱かったけど、やっぱ AZ の方が熱いわ。いや、まさか戦うとは思わなかったな。戦うとは思わなかったって、俺一回プレイしてんだけどね。一回プレイしてんだけど何にも覚えてないね。四天王なんて影も形も覚えてなかったわ。あー、マジか。よかったね、ほんとに。映画だったら泣いてたわ。ゲームじゃ泣けないね。うん、この演出を映画館でやられてたら、やっぱ映画館ってやばいからね、あれ。なんか感情が 1.5 倍高ぶるから。高ぶるから映画館って。だからみんな行っちゃうんだよね、映画館。はい、というわけで、長らくお疲れ様でした。俺お疲れ様でした。見てくださった方ありがとうございました。無事終わりました。いや、もうほんとやっぱりその、こいつ何タイプだとか言うとコメントなんでね、こいつは何タイプですよとか、この技は特殊ですよとか、あの、この特性はこういう風になってますよとかね、本当に助かりました。ありがとうございます。いや、もうやっぱりね、なんだろう。なんでもそうなんだけど、僕の動画ってやっぱ結構、なんか視聴者さんにネタバレされてかわいそうみたいなのも来るんだけど、あ、ネタバレっていうかその、なんかいろいろ教えられて、なんつうの?自分?ってなんかやってなさそうだから本当の意味でゲームを楽しめてないとか言われるんだけど、俺ね、この楽しみ方がね一番いいわ。俺はやっぱこう視聴者さんが教えてもらうって言うと、なんか俺めっちゃゆとりみたいな感じなんだけど、なんかこう、なんか YouTube のいいとこってやっぱコミュニケーション取れるところだと思うから、それを最大限活かしてる実況ができてるなとは思ってて、ダークソウルもそうだし、だからやっぱその、なんか、自分で考えてないからつまらなそうとかね、自分で考えろとか、もうなんか、いろいろ言われるんだけど、俺はやっぱね、この、プレイスタイルがいいかなって、今後も変えるつもりないんで、で、なんか、本当に詰まった時だけ調べるみたいな感じ、ダクソみたく。うん、そんな感じですね。はい、いつもなんか本当ありがとうございます。マジコメント見てます。ありがとうございます。助かってます、本当に。はい、というわけで、次、ポケモン3とムーンですね。11月の19だっけ ?18 だか覚えてないけど、10月の18に体験版も来るんで、特殊体験版、あれもちょっと動画にしようかなって感じですね。はい、というわけで、次の 3DS のゲームはモンハンストーリーズです。さよなら。